た噂よりもゲームに入ってる。あ、本当ですか。うん、はい、キャーってやってる。あ、蹴ったりはしないけど、うん、しんのすけと監督が常に。あ、本当ですか。だからしんのすけもあれ監督の器があるな。巨人が大変なのはバッティングコーチがって他球団言われるような、うんうん、例えば、まあ、楽天なんかよくあるのバッティングコーチ交代とか。あ、巨人軍ってさ監督しか言われないじゃん。あ、そうですね、確かに。原監督のコメントって出るけど、うんうん、今日も、ね、1点しか取れなかったけどねとかっていう。でバッティングコーチを責めるわけでもなく、うん、でも叩かれるのは監督、巨人軍の原野球が叩かれるっていう。だから俺の中では、まあ、正直ここまでもあったの、こう、うん、監督辞めてからもね、コーチの話って、はい、もう絶対やらないと決めてたの、はい、コーチを。もう組織に向いてないと思ったの、もうね、何時集合です。俺が集合決めるのもここも、この店だって会社だって。金持ちになりたいっていう人生を送ってないの、うん、金に困んなかったらいい、うん、ギリギリでもいいわけ、うん、じゃあその目だから車も国産だし、うん、300万円で買える車で全然満足だし、うん、なんならベンツ抜いた時に買ったと思うもんな。確かにね。まあそれでも、まあ、自分が満足すればいいわけだし、うん、でプロゴルファーのライセンスがあるってこう使えるプロフィってやってくれるとこ行くと、うん、5000ぐらいでプレーができるわけ。そうすると週3ゴルフやって、うん、で帰って昼寝してでお店来て常連たちと飲んでたまにお客さん来ておーって偉そうに指さすんじゃねえところなんだよ。もうわがまま、うん、自由でわがままな生活をしたわけよ。はいはいはい、で正直このお店でも楽天の時4500万だった年俸、うん、絶対超えてやると思ったの。ここで10年ここでですか。はい、それ1年目は超えた、もうその年俸売り上げは。すごい。いや、やってやってないみたいな。うん、だからそのバッティング制度と一緒ですね。あ、イワンゲームで。ウェットティッシュ。どうでもいいわ、それ。まあ、そういうのがあるから、どん底を味わってるから、うん、もうな、だってない袖触れないし、ないものが取れないじゃん。うんうん、だけど、なんか這い上がってきたわけ、うんうん。だから、今もそうで、今はもう監督に毎日美味しい酒飲んでもらいたいっていうだけなの。あ、そのために。監督はね、負けても美味しい酒にしてくれるの、うんうんうん。で、昨日も、そのメンバー決めとか、さっき途中になっちゃったけど、新之助が行って、うん、新之助もいい勉強だなって正直思うわけ、うん、ヘッドコーチとして今後どういう監督になるのかそれは分かんないじゃん、うん、だけど本当に勉強させてもらってなってオーナーみたいなうるせえじじいもいるし自分の年下もいるし、うん、で原監督というもう17年も巨人の監督やる、方もいるわけじゃない。で帰ってきた時に俺はちょうどゲーム終わった時に監督とすれ違えて監督あの囲み終わった後で、うん、俺謝れたの、大変申し訳ございました、うん、って、しょうがないしょうがないよみたいな部屋帰って、その部屋に帰って風呂行くまではもう鬼の原辰徳だから、もう目もこんなの三角になっちゃってんの、真っ赤になってるから。だけどゲーム終わってでしょ、終わって、まあ、もうグラウンド入った時からもうゲームの目になってる、ね、で突然ゲームになったプレイボールの瞬間からもう鬼みたいになる。あ、本当ですか。もうスイッチが入る、あの方は。練習中最近あの挨拶に行けるようになったじゃないですか、うん、あのね、あの解説者だったり、うん、あの関係者、うん、で原さん、原監督のとこ行くとちょっとなんか去年よりちょっとなんかこう柔らかくなったような感じに思えるんですけど、あ、普段はそうかもわかんないけど、ああ去年知らないじゃん、うん、だけどもうゲーム入った時は聞いてた噂よりもゲームに入ってる。あ、本当ですか、うん、はい、キャーってやってる。あ、蹴ったりしないけど、うん、まあでも勝負にはね厳しい人ですもんね、うん、なんとも。でまあね、王会長もまあ、あの東西対抗とか、うんうん、巨人阪神の野球とか、うん、OB 戦とかでしかその同じニューも来た時はないんだけど、うんうん、まあ負けず嫌い。あ、本当ですか。東西対抗だった本気でも勝て打てみたいな、ホームラン打ったら抱っかかえてくれるんだから。ちなみにデーブさんはそんなとこないんですか。俺、うん、まあ、負けず嫌い、まあ負けず嫌いならみんな負けず嫌い。そうだろうけど大きいか早いかな。なんなら興行だから昨日も広島が2つ勝つとお前らホームで2個勝つんじゃねえよみたいな、うん、1個なんだよ勝って興行だろみたいな。広島行った時はいいよ一緒に会えないなんでお前こんだけ多いファンを悲しますんだみたいな。なるほどね、それはでもそう、うん、やってやりすぎじゃないみたいなぐらいの気にはなれる、置き換えれるし、そのまあ、だから原監督で、まあ、まあ長嶋監督だったら負けず嫌いだし、うん、伊藤さんって運転手さんいるじゃない、お付きの方、はいはい、よく聞いたけど、もう監督があまりにも椅子を蹴るんで、うん、もう常に夢中だったって、長嶋監督。長嶋なんですか。で、窓開けて、バカー
ーってやるらしいの、うんうんうん、あの長嶋茂雄がねうちの監督がもうガーってやるんだ、そのぐらい悔しいんだと。で遠征行った時にこの間もね盛岡かな時監督もう遅い時間だったし、うん、宿舎のチーム飯、はい、一緒に食べたんだけど、監督こう終わられこの食事が終わられて部屋からなんかやることってあるんですか、うんうん、っつったら正座するんだって。正座して、まあ、食事を下に下ろすのもあるけども正座して今日何があったかっていうのを振り返る、クールダウンする時間を作るんだって。10分はやるな。30分正座10分やる、あ10分最低でもだから30分ぐらいやるの。俺も帰って部屋でやったよ。10秒ぐらいだ正座で痛くてこの足と膝じゃ。でベッドに登った。10秒で10秒で下じゃ1秒で監督にそれ報告した。その前さんとの1秒でも10秒そっからスタートするのが大事なんだ。あなるね。でもいろんな勉強させてもらってる、まあ、だからそのお前さんにしてももらっていいですかみたいな話になったし、でそのだそういう監督をいい酒をね、はい、でももう正直さ悠々、うん、的じゃん、まあね、原監督そう監督がねこんな冗談言うんだと思ったんですよ。僕あのバーッと挨拶行って「下お前なんだ、うん、アメリカでいろいろこうたあの優雅にやってんのか」みたいな話になったわけですよ、うん、いやそんなわけないですけど「お金余ってんなお前は、うん、お前さんは」って言われたんですよ、うんうん、俺なんかお前今あれあの銀行にお金のあふれ返っちゃって銀行預かってくれないんだよっていう監督じゃあそれあふれ返ったらこれ僕もらえますよだからそんな感じだったんで前回行った時ね、うん、あすげえ、まあ、あのまだこう余裕があるのかななんて思ったんですけど監督は俺も今勉強ラックマネジメントって勉強してんだけどもともとは、まあ、そのお坊さん、うん、空海密教みたいなんだけど、はい、そこで勉強したことで言うとさやっぱギバーになりなさいって、うん、与えなさいっていうで別にそこで与えて見返りは求めちゃうのよ。そしたら俺と半目立つんじゃん、はい、で俺に嫌なことをするとするじゃん、うん、嫌なことされたからってムカついて思っただけでも同じだけ罪を俺に与えたわけ罪を持ったわけじゃん、はい、それと同じ罪を持つっていうわけ。あ許しなさいっていうそれはねいつも思うようにしてるの。なるほどね、うん、だから与えるギバーではダメっていう、うんうんうん、あとはテイカーじゃダメ、ギブしなさいっていう教えを今一生懸命 やろうとしてるのは監督はね自然にやられてんだよね、はい、だからびっくりしたのはキャンプ中ゴルフとかもさ、うん、監督が自腹で我々の払っちゃうわけ。あ全部ですか。コーチ全員の。そうよ。あそうなんですか。じゃあ結構な人数だいぶでしょうよ、ね、毎回それ毎回。あ本当ですか、うん、毎回監督の自腹なわけ。今ちなみにデーブさんと監督だったらどっちゴルフ行きますか。まあトントンだね。あマジっすか。やっぱりトントン、まあ、上手。俺だってプロなのにさ、うん、試合もシニアの試合出てたんだけど、うんうん、監督は俺の違いはと監督の違いってもう歴然としててそれ何かっていうと俺プロの試合プロで出るじゃん、はい、なのに野球界の人間だっていうのが強いわけ、うんうん、だからすいませんちょっとお邪魔しますみたいな同じライセンスで出るのに、はいはい、ちょっとお邪魔しますって、うん、いつもそのなんか引いてたゴルフはやるわけ、はい、野球は俺こらみたいなんだけど、はい、監督に監督はあのティーグラウンド立つ時どんな思いでこうボールを最初のティーの上に乗せるんですかって、うん、原辰徳だって乗せるぞありがとうございましたっつってそうなんだ、ね、俺は腹立つんだっていうふうにそれで勝負一緒にしていくんだ。はい、あ、でもプロに勝つって言いますもんね。勝っちゃうの、うん、で前ねあの監督が二次選挙か一次選挙っていう時ね、うん、インタビューさせてもらって、はい、あとあのクリスマスプレゼントとかそのクリスマスの日だったの何をプレゼントされるんですかって言ったらでもお前そんな腹立つ鳥というのが最高のプレゼントじゃないかってはい終了。間違いないですね。間違いないですね。まあ何かあげてんだろうけども、うんうんうんまあ、そういうふうに思える人だし、で実際それが順天堂の小林先生っていうさ自律神経でも経緯の先生がいいんだけど、うん、毎日測れるのね選手らも、はいはい、副交感神経か交感神経、うんうん、だからトータルパート出るんだけど、あの開幕した時さだいぶひどかった、今よりひどかったじゃん、うん、貯金なんかでも借金、まあまあね、どこまで借金するんだみたいな、うんうん、6くらいまで行ったんかな。だって最速10敗みたいなやってたんだよ。うん、あれジャイアンツですか。うん。あそう12球団で開幕してね、うん。なのに原監督がかかると副交感神経がぶっちぎってるわけよ。マジですか。それを小林先生に電話すると、うん、もう学会レベルらしいんだよ。普通はもう逆転するってわけ。興奮してリラックスしないんだけど、監督いつ上がっても副交感が高いの。だそれ天才って普通10人に1人しかいないのよ。どのチームに測ってもね、楽天もそうだし。ところがジャイアンツはね3割は天才型が多いの。あそうなんですか。3割もいたの全員測ったら。マジですか。そのうちの誰だったんですか。
か、まあ、監督と監督、まあ、新之助もそうだし、まあ、選手もね、菅野なんかもそうじゃないかな、まあ、福岡新喜が優位の人っていうのが天才と言われるんですよ、はい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 、石川遼なんかもそういう、うんうんうん、で今なんかも今日もちょっと昨日あ今日か先生と今ちょっと話しながら来たんだけど、藤浪もその患者さんなわけ、小林先生、はいはい、でやっぱりちょっとあのメジャーに行った時もとんでもなく投げだったんだけど、うん、ちょっと時間を空けなさいってアドバイスしたんだって、うんうん、取ってもすぐ投げないって、うん、呼吸を整えてから次投げるってちょっと良くなってきたみたいな、うんうん、でうちの打線今どうですかねみたいな話とかもちょっと相談してるの、ねうん、だって松井裕樹いるじゃん、もう200セーブぐらい近くしてんだあれ、はいはいはい、あれストッパーにしたの小林先生だから、え順天堂の、そうなんですか、そうもう誰も反対だよ、賛成してくれたのは三木谷会長だけ、松井抑えにしたいんですって、面白いねな、あそうなんですか、誰も反対、ファンも球団もピッチングコーチもヘッドコーチ誰も反対、無理です、斬新でしたよね、でも、うん、だそれは副交換が優位な子だから5イニングも投げさせちゃったら長く投げれると思うところ、うん、緊張しないと、だパフォーマンスが悪い、何か血流が悪くなる、だこの子は絶対1人がいいですっつって、あそうなんで俺が辞めた後先発したらすっとこどこでしたの、そうですね、そうそう、もうめっちゃくちゃでしたもんね、そうあれがだからそのもう分かるわけ、嘘発見器があるの、あそうなんですか、うん、わそれ調べてみたいな、あもう1分ぐらいで測れるの、あそうなんですか、うん、今度球場来たらやっとやったらやってみな、本当ですか、あのウェイト上にあるから本当ですか、うん、で監督もやるけど、監督が常に新之助と監督が常にリラックス、あ本当ですか、だから新之助もあれ監督の器があるな、 あんだけリラックスしてるっていうの、俺はもう本当、俺は見事に出るから、基本俺も天才型なの、うん、ひどい時は8-2で興奮しちゃってる時がある、あ本当ですか、試合前の1時間前は8-2でリラックスしてんだけど、うんうん、もう寸前10分前に、あ試合前の10分前に上がったらもう倍逆転しちゃってる、だ凡人ですよ本当ですか、うん、緊張すればするほどバーッと交感神経が、交感神経上がると効果下がっちゃってるってことは、うん、血流が悪いってことは、どっちでもダメなんだ、なるほどね、同じぐらいないと、常にじゃ同じぐらいじゃないですか、そうそうそう、5-5でないのが一番いいわけ、そうするとこれ矢印兵がいいんだけどニコニコしてんだけど、うん、俺のばっかこんなになってるそれが亀井昨日叩き出しました、はい、交感神経 9.1 っすその 9.1 っていうのはどれぐらい、ストレスストレスの 9.1 バッティングコーチとして打って負けたとするじゃないですか、うん、ピッチャー打たれて負けちゃった、うん、これは OK なんですか、全然 OK、 OK、 まあ、10点取られたとまず、うんうん、なんだよ10点も取られたのかって思うのは大間違いだ、うんうん、